はい、こんにちは。ティックウォッチ Pro を持ってある方は、先日ね、私、こちらのティックウォッチ Pro、約2年目にして、充電しなくなりました。突然ね。そして、その動画を上げましたが、皆さんのコメントのおかげで、新しい充電器、サードパーティー製買って、試してみたところ、見事充電できるようになり、復活しました。いろいろね、 メーカーさんとか問い合わせた結果を今日は報告したいと思います。TikOach Pro を持ってある方はぜひね、参考にしてみてください。こちら2年前 Amazon で買った TikOach Pro ですが、モブオイさんの方にメールで連絡しまして、まあ保証期間は切れてたんですけど、数日前メール送ってたんですけど、すると今日回答がありまして、モブオイさんの方から 新しい充電器を送るということで、必ずアダプターの方はね、5V1A を使用してくださいということで、急速充電器のこちら 2.4A なんですけど、そちらは使用しないようにということで、メールで強く言われております。皆さん、TikCoach Pro でこちらの充電器で充電してある方は、ぜひアダプターの方をね、 5V1A のアダプターを使用するようにしてみてください。そういった感じでね、今日はちょっと検証の意味を含めて、私見つけてきたこちらが、ASUS のやつで、携帯用で 5V1A と書いてありましたんで、電圧電流計を指しております。 現在 5V が出ております。こちらが 2.4A の QI、まあ、充電アダプターというふうなものになります。こちら 2.4A で急速充電ができるタイプです。今までね、これに私差してました。中のね、おそらくこの中が故障したと思います。そういった感じでね、5.21V、5.21V 出ておりますので、あとね、こちらの方がボルトが高い。 ですね。電圧が高いです。実験的にやってみますけど、こちらに挿してみます。新しいサードパーティーの、はい、アダプターですね。はい、乗せました。すると、アンペア数が出てますよね。電気に詳しい方は、はい、充電してます。0.466、まあ、4.0変わってますよね。まあ、いたい 0. 今、0.459とか36とか出てますね。こちらが2.4アンペアの急速充電。こちらは使用しない方がいいですね。そして、抜き替えて、こちらの方の 5V1 アンペアの方に挿しました。ちょっとね、電圧は下がりましたね。4.97になりました。で、0.19。 というところでしょうか。アンペアがね。はい。ということでね、あまり強い電圧と電流ではね、やはりここの中の回線がね、故障してしまうということで、できるだけやはしい充電は、急速充電は避けて、まあ、どんなものでもね、あの、そちらの方が下手ると。早く充電できる割には、やはり危機器には影響があるということで、充電するにはゆっくりと、 ゆっくりゆっくりと充電した方が機器のためにはいいということが分かりました。メーカーさんもね、T-Coach Pro 持ってある方は 5V1A のアダプターを推奨されておりますので、ぜひそちらの方を使用するように心がけたら持つと思います。また、1年未満の方はね、メーカーさんに問い合わせてもらえば内容次第では新しい 充電器がもらえますので、その辺、最後まで諦めずにメーカーさんに問い合わせてみてください。また、サードパーティー製も売ってます。十分に使えます。今使っているのがそうですね。これで、私、スタンド式のやつも持ってたんですけどね。そのスタンド式のやつは、この爪がね、一番左側が陥没して充電しなくなりました。そちらの方もね、メーカーに問い合わせたら、新しいのを送ると。 いうことで、アマゾンで買ったやつばかり、えー、問い合わせたところ、すべて、えー、充電器が送ってくるということで、これで充電器がね、急に3個になりましたんで、報告いたします。そういったわけで、諦めずにね、メーカーさんに問い,問い合わせてみてください。自分が好意的にやったものは、修理対象保証対象外となりませんので、そこら辺は十分気をつけてください。そういったわけで、今日はティックウォッチ プロ充電器のお話をしてみました。必ずアダプターは何度も言うようですけど、5V、1A を使用してみてください。それではまたです。さようなら。